グロスターロード駅もしくはグロースターロード駅はロンドンのケンジントンチェルシー区にあるロンドン地下鉄の駅である。ディストリクト線とサークル線およびピカデリー線が発着する。この駅はトラベルカードゾーン1内にある。駅構造はサークル線、ディストリクト線ホームとピカデリー線ホームに対別される。 線路を共有して東から進んできたサークル線とディストリクト線の両線は、この駅の西側で、ディストリクト線、アールズコート駅方面とサークル線、ハイストリート県人とン,ンに駅方面に分岐する。両線の列車が発着する2面3線のホームは、掘割駅構造となっており、東行きは両路線が線路を共有する一方、西行きは個々の線路を使用する。 ピカデリー線の列車はサークル線、ディストリクト線ホームよりも深い2面2線のホームに発着する。この駅は車椅子で利用には適していない。ディストリクト線、サークル線のホームへは階段でしか行けない。その下のピカデリー線に通じる駅の下層部のコンコースへは地上からエレベーターで降りることができるが、そのコンコースとピカデリー線ホームの間をつなぐのも階段である。 この駅は、サウスケンジントンのグロスターロードとクロムウェルロードとの交差点から南に、すぐのところにある。1868年10月1日に、メトロポリタン鉄道が、プレードストリート駅から西に延伸した時に、ブロンプトン駅として開業した。この駅は一時的に路線の終点となったが、同年12月24日、メトロポリタン鉄道は、 サウスケンジントン駅まで延伸した。同日、メトロポリタンディストリクト鉄道が、ウェストミンスター駅からサウスケンジントン駅まで延伸し、東西からの線路が、サウスケンジントン駅で接続した。両鉄道は、ライバル関係であったが、相互乗り入れを実施し、インナーサークルとして知られる、列車運行を開始した。1869年4月12日、 メトロポリタンディストリクト鉄道は、グロスターロード駅から西側に、ウェストブロンプトン駅までのサウス、ウェストワードエクステンションを開通させた。開業の際には、中間駅のアールズコート駅は開業していなかった。また、1870年8月1日には、サウスケンジントン駅とこの駅の間に、自社の線路を追加して付設した。 さらに1871年7月3日には、この駅とハイストリートケンジントン駅の間にも、クロムウェルカーブと呼ばれる、独自の線路を付設した。これは、インナーサークル運行の収益は2社の所有する線路の距離に応じて分割するものであったため、より多く、収益を獲得しようと議会の承認なしに作られたものだったが、この目論みは、失敗に終わった。なお同じ日、 クロムウェルカーブに接続するように、ブロンプトン支線も開業させ、メトロポリタンディストリクト鉄道は三角形状に路線を有するようになる。この時よりこの駅には2社がそれぞれ伏線の合計4本の線路と4番線までのプラットフォームを有するようになる。1872年2月1日、アールズコート駅からウェストロンドンエクステンションジョイント鉄道との 接続駅であるアディションロード駅駅までの北方面支線が開通。この日より、アウターサークル系統がメトロポリタンディストリクト鉄道の路線を走り始め、この駅も経由するようになる。1872年8月1日より、ムルアゲート駅からマンションハウス駅までのミドルサークル系統がこの駅を経由するようになるが、1900年7月30日には、 ミドルサークル系統のアールズコート駅とマンションハウス駅間が廃止され、この駅にも乗り入れなくなった。1906年12月15日、グレート、ノーザンピカデリーブロンプトン鉄道が、フィンズベリーパーク駅とハマースミス駅の間で深いところを走る地下鉄として開業する。グロスターロード駅の深いプラットホームは、掘割ホームの下に建設され、 また既存の駅舎の増築部分からのエレベーターにより、地上からのアクセスが提供された。この駅舎は、レスリーグリーンにより設計され、その正面は、GMP&BR の特有の脳赤色の、光沢を持つテラコッタで作られた。1907年、東 f タ駅の場所にあった、ブロンプトンロード駅という他のグレート、 ノーザンピカデリーブロンプトン鉄道の駅との混同を避けるために、ブロンプトンの名が駅名から外された。1908年12月31日、アウターサークルはアールズコート駅からマンションハウス駅の間の運行を取りやめた。1949年、それまでメトロポリタン線の一部として運行されていたインナーサークル系統はサークル線として、 地下鉄路線図上で独立した。クロムウェルカーブはほとんど使用されないまま、1956年に廃止された。1987年8月30日から1989年5月21日まで、ピカデリー線のプラットホームは、エレベーターの移設工事により閉鎖された。1990年代には、 ショッピングモールアパートビルをその上に建設するため、ディストリクト線、サークル線ホームの上に人工地盤が建設された。掘割ホームの配置は初期の配置から変更されている。北側から南側へ初期の配置を書くと以下の通り、東方向行きのメトロポリタンディストリクト鉄道の線路は現在サークル線の西方向行きが使用している。 西方向行きのメトロポリタン鉄道の線路は撤去され、真ん中のホームの拡張に用いられた。東方向行きのメトロポリタン鉄道の線路は、現在は、ディストリクト線とサークル線の両方の東方向行きが使用しているが、4番ホームではなく、逆側から広げられた3番ホームを使用するように変更されている。現在の状況は、以下の通り、 使用されなくなった4番ホームは、プラットフォーム4アートの設備に使用され、ところにより、北側の洋壁にレンガが置かれている。駅の地表部分の内部は一つの改札、駅事務室を共有するように改装されている。かつて運行上の目的のためもしくは街路への出口として使用されていたピカデリー線駅舎のあった場所は、小売店舗のために使用されている。 駅舎は現在、破損した壁のタイルの取り替えを伴う改装が進行中である。ピカデリー線の滑走物路、ホームの能力色もしくはクリーム色のタイルが貼られた壁は初期のデザインに合うように再現するための破損したタイルの取り替えを含めた修理がなされている。日中の運行状況は以下の通り。本数は1時間あたりの列車本数。 1953年、かつて政治犯としてアウシュビッツに収容されていたテレサ・ルビエンスカというポーランドの伯爵夫人がこの駅で刺し殺された。この事件は未解決である。ロンドンバスの49、74系統とナイトバスの N74、N97 系統が当駅を経由する。マルチ・イヤーステーションエントリーエグジットフィギュアス。 ロンドンアンダーグラウンドステーションパッセンジャーユーセージデータロンドン交通局2015年3月31日閲覧 JTB パブリッシング館ララチッタロンドンに記載による秋踏み社館トラベルストーリーロンドン JTB パブリッシング館イギリス記載によるブリティッシュトランスポートポリスザ・アンノーン・バンディット・ハットセントラルロンドンバスマップロンドン交通局 2010年4月24日閲覧。セントラルロンドンナイトバスマップ。ロンドン交通局。2010年4月24日閲覧。ありがとうございます。